熊の人365話。はい、水上村を取り上げてみたいと思います。水上村というと何といっても市房山があって熊川の源流となっています。すごい山があって、そうですね、その市房山にあるその杉の木とかなんかもう本当に何百年のがもうこんなでかいのがいっぱいあるんですよ。山に登るとすごいですね。そして市房ダムっていうのがあって、その市房ダムの周りになんと桜がこう植えてあって桜祭りはすごいです。車通れないぐらい車が来ますけど、まあ、本当に見事な水上村の桜は有名ですね。そして泊まるところといえば湯山温泉郷あって、宿がもう本当にいい湯が出てね、ここにもぜひ泊まってみてください。とにかく水上村から僕はそう山越えして宮崎行ったこともありますけど、本当にいいところです。絶対水上村行ってください。